さあ始まりました、アニメや漫画について語る配信、部屋語りでございます。よいしょ、よっしょ。やっぱりいいよ、あなたはガリレコードのフェニックスです。よいしょ、よいしょ。いらっしゃい、ご注文はステーキ定食焼き方は弱火でじっくり。どうも、ゲオルギーの吉川キッチャブです。お願いします。コアだな、コアだわ。この年で挑戦者がチワクチワク。どうも、金山万翔です。あー、いいね、いいよ、いいよ、いいね、どうもね、めちゃめちゃいい、はい、はい、ということで、もう早速いきましょうか、はい、今回のテーマはこちら、ドン、ダン、ハンター、ハンター、よっ、まあ、言わずと知れた名作、ね、名作ですよ、現在連載中の、また最近ね、はい、サイレンサーへ、はい、動き始めましたから、再開しましたね、楽しみでございます、はい、ということで早速ね、うん、ちょっとあらすじを、あ、いつも通り、ね、はい、お願いします。これはですね、うん、ある小さな島に住む少年、ゴンという名前の少年がですね、うん、自分の父親がハンターであるということを知って、その、まあ、背中を追うために、まあ、島を出て、まあ、いろんな冒険を経て経てどんどん強くなっていくというのが一応メインストーリーでございます。はい、はいはいはい、そうですね。でも、まあ、今ねだいぶ複雑に、はい、複雑すぎてそれ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 て、もう、ね、船の中もわけわからんぐらいだけど、もうずっとゴン出てないよっていう感じで出てないからマジでこのサイレンサー始まって、うん、相関図あって、うん、相関図あってもギリぐらいの、そう、ダイナ王子が ダイナ王子でみたいな。いやでもね、それめちゃめちゃ、それでもやっぱ読んじゃうぐらい面白い、ね、面白いですね。はい、ということで、はい、まあ、どうします、またいつも通り好きなキャラからいきますか。そうですね、はい、はい、じゃ あ、まあ僕多分割と普通、あ、本当ですか、うん、あ、じゃあ一番最初に、はい、はい、僕はあのモラウ・マッカーサーシー。モラウね、モラウですよ。マッカーサーシーって名前、マッカーサーシーって名前、そっか、下の、確か下の名前そんな呼ばれてないけど、あ、まあモラウっていう、まあノブとね、モラウで、さっき言ってたさ、うん、あれ一番強い人誰だっけ、おじいちゃん名前、ネテロ、あ、ネテロ会長ネテロ会長と忘れちゃった、はい、ネテロ会長の、まあ、そういうこともある、弟子というかね、はい、の二人で、でまたさらにね、ナックルとシュートっていう弟子もいるんですけど、うん、まあこいつ何がいいってやっぱ、うん、あのディープパープルっていう能力あるじゃん、うん、まあ、あれの汎用性がとても高い、やばいね、確かにとても高いのよ、うん、まああのちょっとこれ制約に合ってるのか分かんないんだけど、はい、絶対に破れない檻と、うん、絶対に切れない紐とか作れるし、いやちょっと難しいことになってるね、意味あるんだけど、うん、まあよく使うのはやっぱ216体出せるっていうのが、兵隊をねバーッと出して煙で分身を作ると、でしかもこれも姿変えられるし、うん、円じゃ分からないっていうね、触らないと分からないっていう、あ、そうか、円だと人の形として認識してしまう、そうそうそう、でももうえげつない汎用性を持ってる、はい、し、やっぱ精神的にもすごく強い、タフさやばいね、タフさやばい、やっぱノブ、うん、あのやっぱね精神的に来ちゃって、うん、そうだね、毛全部なくなったり真っ白になってみたいな、でもらうやっぱ落ち着いてたし、そうだね、てかサングラスの向こう側の目泳いでても分かんないけど、ね、そう、あれサングラスなんだろう、もうここがないんだよね、あ、そっか、ここくっついてるね、あれ何なんだろうね、あれね、でレオル戦の時なんか、うん、サングラスかけっぱでガンガン泳いでたしね、謎グラスだよね、そう、謎グラス、謎グラス、肺活量もね、クジラ並みだし、ね、だからあれじゃない、やっぱその肺活量も不安になったりするとさ、過、うん、呼吸になったりしちゃう、うん、だからもうタフなのかもね、なるほどね、うん、どっちもタフだからその呼吸系のやつやってるのか、まあシーハンターっていうのもあるからね、まあそうだね、あ、確かにね、ただあんなに肺活量なくても別にあの煙でパイプ作れるっていう、うん、そうそうそう、そう、ね、そんなモラウが好きですね、はい、あ、いいですね、星3つつけてあげたい、ちょっと熱いね、うん、じゃあ次は僕が言っていいですか、はい、もう最初のセリフで言った通り、あのネテロが、ネテロ会長ね、めちゃくちゃいいね、ネテロもうハンター協会会長にして、うん、もう作中でも触れてますけど、うん、人間のこのこの個の極地なんです、極地だね、すごいよ、強すぎるよ、46だっけ、そうですね、46ぐらいだよ、音を置き去りにしたの、ああ、はい、そうだね、その話したかったんじゃない、あ、もう今大丈夫、軽く触れますあの多分46の頃に、うん、確か自分の才能と肉体の限界に気づいて、うん、そこから毎日感謝の聖剣好きで1日1万回やるわけですよ、1万回ですよ、祈っては1回、ね、祈っては1回、祈るんですよね、1回祈るを挟んで、そう、それをしすぎるあまりに、うん、このいろんなことを極めていったんでしょうね、うん、こう音を置き去りにするっていう、表現がすごいね、表現が感動しましたね、すごいわね、
やっぱでとにかく強い、うん、でも茶目っ気なとこもある、うん、そうね、あのボールのやつとかね、そうね、船の時のそうですね、漫画だけじゃなくアニメもぜひ見ていただきたい、キャストが永井一郎さんという元あの波平サザエさんの、そう、あーそっか、もう亡くなっちゃったけど、はいはいはい、他にもあのいろいろちょっと交代とかされてるんですけど、うん、そうだね、途中で変わったね、うん、アニメで見てもその人格のこの凄さっていうのがもうかっこいいですね、かっこいい、確かにな、あんなお茶目なおじいちゃんになりたいなって思います、なりたいよ、それで強いですね、強い、はい、めちゃくちゃ強い、はい、出てるのが大好きです、ね、あ、いいですね、はい、はい、でもちょっとなんか二人ともあれだな、ちょっとベタだね、ベタですかね、うん、まあまあ、ベタかな、もらうって結構攻めたと思ったけど、まあね、いいや、ちょっとも逆にもっとベタなの言わなきゃ、ああベタ、確かに、はい、あんまそうトップバッターで言っちゃったけど、そうそうそう、ごめんと思ってた、ちょっともらうじゃないよ、まあ、いきます、寿司です、寿司かい、寿司え、寿司いいでしょ、いや、めちゃくちゃ序盤でしか出ない、天空闘技場でしかあっこから出てないよ、寿司がいいんです、なんで寿司がいいかっていうと、はい、だからワンピースでいうウソップみたいなことなんですよ、うん、誰よりもその人間側っていうか、要はそのハンター と,、はい、とかね、うん、みんなその念使えるやつだってもう強すぎるのよ、うん、みんな、まあ確かに、はい、でも寿司は10万人に1人の才能なのよ、いやこれも十分、ね、十分すごいんだけど、はい、もうゴンとかキルはもっともっと希少な才能だから、うん、だからその10万人に1人くらいの方が逆に身近に感じてあ、自分も頑張ればあれぐらいいけるんじゃないかって思わせてくれるそのところがね、僕は寿司いいなと思うんですよね、寿司か、うん、いや、じゃあ寿司のちょっと親近感湧く表現のクイズ出していい、うん、何クイズ、うん、あのひそかとカストロ戦のビデオをね、あの、みんなで見るんですよ、ああでみんなでここにね集めて行で見ます、行で見て、はい、何発撃ったとかね、はい、でそれを見終わった後の寿司の一言、見終わったとね、うん、一人だけすげえ疲れてたんだよな、うん、あプハーみたいな、あみたいな、こんな表現は確かあった、惜しいね、あみたいな、うん、嘘、え、なになになに、なんかある、ボハー、あー全然違う、全然違うわ、プハーとボ、正解はゼッパー、ゼッパー、ゼッパーですよ、ゼッパーね、親近感湧くでしょ、あーでも惜しかったな、当てれたな、惜しかった、ゼッパーか、でも誰もゼッパーは出ないと思う、出ないっすよ、ゼッパーね、はい、ゼッパーっていう寿司がやっぱ可愛い、可愛い、はい、確かにな、あのなんかひそかがさ、あのゴンと戦ってる時のさ、うん、なんか念能力性格別の話してたじゃん、してたしてた、こういう人はこうでみたいな、強化系は単純一致性みたいな、うん、でか、操作系だっけ、ああそうだね、寿司操作系も教えてほしいっすっていうあれ可愛いんだよ、あれ可愛い、いいね、寿司ね、いいショタですよ、いいショタっていうとまだショタキャラっていうとあれですけど、はい、ダメだよ、あのうちのおデブやっぱ3人でホームキャラついてきて、うん、やばいやばいそういうのやばいよ、いやそれはやばいわ、そうよ、そういうイメージがついちゃってるから、野獣とか言われて、はい、先輩って呼ばれてる、先輩、野獣先輩、さあということで、はい、まあ、好きなキャラをね、はい、話し終わったんですけども、はい、次はじゃあ好きなシーンとかどうですか、いいですね、あいいですね、好きなシーンめちゃくちゃあるけどね、いますね、いやてか全シーン面白い、全シーン、確かに全ページ面白い、全ページ面白い、僕から言いたいですね、あ、いいよ、言いたい、いいですか、うん、もう僕はさっき の, あの好きなキャラと同じなんですけど、うん、ネテロのシーンでやっぱ一番好きだったのはこのメルエムとの戦い、めちゃくちゃいい、いいですよね、めちゃくちゃいいよ、世紀の対戦、世紀の対戦ですよ、あの、まあ、作中でも触れてるんですけど、うん、ネテロはもう全盛期と比べたら半分ぐらいの実力なんですけど、うん、でも言ったら多分作中でもトップクラスの強さじゃないですか、うん、トップクラスだね、そう、まあ、メルエムの次以上な、そうです、うん、でもメルエムそれ以上に強いんですよ、強い、うん、あの強敵と戦ってこの千手観音っていう技を使って百式観音、あ百式観音ですかね、失礼しました、あのいやおい本当にそうなんだ、いや分かんなくなってきました百式観音ですか、はい、それであの技であのその感謝の聖剣好きをしてたのもあって、うん、もう 0.1 秒でこう、うん、技をこう出せちゃう、出せちゃう、めちゃくちゃ早い、初動のね、動きがなんかすごい滑らかというか、うん、それであのメルエムにすらもうなんか立ち筋というか動きがわからないって言わせるぐらいの強さだったんですけど、うん、それでもやっぱメルエムにはちょっとまあかな、まあ、ちょっと遊ばれるっていうのもあれですけど、うん、腕は取られ、うん、足もいかれ、もがれちゃって、足からか、はい、でも自分の 心停止って言えばいいんですかね、うんうん、心臓を停止することによってこの爆弾がこう、うん、
起爆するような形で、はい、そのミニチュアロースっていう、はいはい、毒のね、毒なんですね、あれなんかすごい倒し方だなと思ったんですけど、うん、その自分の命を通してまでこう倒そうとするネタの感じがもうすごく、うん、あの辺の絵がやっぱり、絵がやばい、しわくちゃのジジイになってね、迫力が、あそこ黒目のみになってる、ね、そうですよね、はい、やばい、なんか喋り方もちょっと寝てるらしくないなみたいな乱暴な言い回しとかあったりとか、もうだからあれはその心が戦いをやめちゃうからでしょ、うん、そうですね、そうらしい、あれを保ってないと、ね、あそこ鳥肌でしたね、あそこはかっこいいですね、あのジャンプで読んでた時も、うん、あの辺のシーン毎週面白すぎて、うん、正直本当にこれ嘘抜きで生きる糧になってたからね毎週見たすぎて、ね、1週間が楽しみすぎて、あれはいい、まだ火曜日かみたいなこん時俺まだね多分ハンターハンターに触れてないから、うん、あ本当に、そう自分も触れてなかったっすね、いや一気に読める幸せはいいね、いや確かにずっと止め止めだったから、あれを待ってたんですね、うん、ずっと待ってた、いやもうすごい好きですね、いやめちゃくちゃいいね、めちゃくちゃいい、あでも本当俺次いい、好きなシーンちょっとここにつながってるっていうか、おーおー、俺もまたメルエムが出てくるから、ああじゃあもう決めらんと変だ、これそう本当に別にハンターハンターの中でとかじゃなく、うん、アニメの中でも、うん、ベスト3には絶対に入るシーンで、やっぱメルエムと小麦の最後のシーンが良すぎて、あれは正直漫画誌の中でもやばい、やばい、やばいし、あれアニメがね1話丸々使うのよ、たまんないね、たまんない、たっぷり時間かけてあのシーンをねやってくれるんだよ、もう毒ね、さっきのミニチュアローズ食らって、で毒でもう長くないっていうのも分かってるの、死ぬっていうの、でもやっぱ最後は打って過ごしたいっつって、その小麦、人間のね、うん、目の見えない少女小麦と、うん、まあ撃つのよ、軍機を、はい、軍機ね、で、もう最後の最後か、うん、もうちょっと疲れたって言って、うん、そうです、ね、横にならしてくれ、うん、で、そっから暗いページなのよ、そうだね、真っ暗なページで、うん、セリフだけが浮かび上がる、そう、でもあれのね、あのもう本当に感情が伝わってくるのよ、すごい、うん、そうですね、今セリフだけなのにね、あれ何回、何十回、うん、何百回、何百回はごめん言い過ぎたかもしれないそんぐらい読むと、うん、やっぱねあの会話の一個奥に行けるというか、うん、あの会話ね、小麦いるか、はい、ハイナいますともみたいな感じでこう、うん、一言一言一言、うん、メルエム小麦メルエム小麦みたいな会話続いてくるんだけど、途中で、はい、メルエムが小麦手を握ってくれないかで、うん、その後だけてんてんてんっていうコマになるのよ、そうあります、ね、無言なんだよね、無言があるでしょ、うん、であれって、うん、あの手を握った小麦が、うん、ここで初めてあれ王人間じゃねえじゃんって気づいたシーンだもん、うん、そうですよね、あれってあれ目見えないから、うん、知らなかった、メルエムがキメラントっていうか、うん、その化け物っていうのを知らなかった、この声の持ち主人間だと思って接してたんだよね、そうでもその後どうした小麦っつって、うん、なんでもないですと思うで最後まで行くっていう、愛の深さよ、あれはすごい、ね、深いですよね、深い、びっくりはしたんだよ、そうそうびっくりはしたけど、でもっていう、もうそうでも関係ない、関係ない、関係ない、私が愛した人はこの人っていうね、うん、すごい種を超越した愛、そうですね、本当にこの家もびっくり、だってバリイケボですもん、メルエム、メルエムバリイケボバリイケボバリイケボ、声かっこいいもんね、打ち合わせとか、確かにね、それで声だけ囁かれたら、うん、たまんないよね、うん、指が一本少なかろうが、そうですね、なんだろうね、虹もまだよ、声かっこいいでいいもん、じゃあ虫だから表面硬いし、ね、カリカリしてるよ、多分硬いんです、ね、関節とかもカリカリしてるよ、異常なぐらい硬いと思う、メルエムなんか特に、ね、めちゃくちゃ柔らかい肉を想像してたのにまあ僕はあのシーンが、いや素晴らしい、本当に名シーン、名シーン、名シーンですね、いやもう、あでもね、うん、やっぱハンターハンターの中で今、うん、もう名シーン、めちゃめちゃ名シーン2つ言ったやん、はい、うん、まあ、みんな忘れてる、もう一個あんの、ありました、やばい、まあ、めちゃめちゃいいし、まあ、そうですね、いっぱいありますもんね、うん、これあのね、はい、あのオークション編、オークション編覚えてますね、旅団がこう出てきて、はい、ね、あったっけ、なんかグラピカとかそのね、うん、なんかみんなバーって出てきて、うん、まあ、ちょっとなんか物盗んだり、うん、でね、あの辺のオークション編ですよ、うん、はい、キルアが、うん、手尖らせて、うん、パクノダの谷間に手突っ込んだし、あれはエッチ、これはいい、どこがいい、あれはエッチだな、突き刺しに行った時でしょ、そうって谷間に手差し込みに行ったから、あれはエロいな
豆乳だからさ。いやまあそうだけどね。だいぶセクシー。並ぶな。確かにセクシーだけど。ええ百式かんの？いや並ばないよ。シールで全然並ばないよ。そんなとこ選ぶやついないから。谷間。谷間入ってくるから。並ぶわ。並ぶか。止められたし、いやでも僕あの単純にパクノダは結構本当に好きで、信じて受け止めてくれるって言って、うん、いいね、最後打ってで死んでいくの、うん、あそこもちょっと普通に泣けるっていうね、あそこいいね、あそこめちゃめちゃいい、あそこで、信長か、うん、大丈夫だあれはあのパクだみたいな、うん、シーンとかそれ終わった、うん、その前かそうなんか操作されてるんじゃないかとかってちょっと疑ったりするんですよ、フランクリンの、うん、行かせてやれっていうあの感じとかもすごいいいよね、いいよね、めちゃくちゃいい。パクノダちなみに僕あの夏のコミケであのコスプレしたんですけど、 あまりに雑すぎてちょっと叩かれるっていうね本当あれはちょっとまあね、あの胸ないから、ね、ただ油性ペンでここにちょっと谷間が書かれてるそれはひどい、うん、雑すぎて、うん、かんない、もうちょっと鼻もねぶっ立ててる、あともう眉毛もあの絆創膏で、うん、隠して油性ペンでただフィって眉毛描くってネタのコスプレとして絶対ダメよ絶対ダメ、いやでも好きですからね、あ、はい、好きですね、こんな感じですね、はい、はい、さあ、はい、好きなキャラと好きなシーン、はい、話終わりましたけども、あのさ、おいや思うんだけど、うん、あの旅行行く時に、うん、これ誰と一緒に行きたいみたいな、ない思ったことない、ハンターハンターのキャラで、ハンターハンターのキャラで考えたことね、考えた方がいいって考えた方がいいって、あー行くことあるかな、うん、旅行、旅行だよ、あ、この現実世界ね、現実こっちじゃなくて、そうそう、暗黒大陸とかじゃなくて、じゃなく暗黒大陸には危なすぎて、危なすぎて、うん、だとしてむずっ、いやもうね、やっぱキャラめちゃめちゃいるからさ、うん、やっぱ旅行だから現実世界ですよね、そうそう、いろんな危ないこととかあったりするし、はいはいはい、まあ、海外だったらなんか治安が悪かったりするし、うん、あーなるほど、ね、いろんなことありますよ、あ、わかりました、いいの、やっぱその治安が悪いで思いましたね、はいはい、僕はあのひそかです、ひそか、まあ強いから、まあ、強いね、確かに、やっぱあのバンジーガムってあるじゃないですか、はいはい、あれのおかげで、うん、やっぱ治安悪いとこってスリとかよく聞くじゃないですか、あ、それで財布取られてもこう大丈夫便利ガムとゴムで、あ、確かにね、ビヨーンってなる、そうなんですよ、僕あのでも、うん、やっぱ財布取られたことあったんで、うん、お祭りとかで、うん、ウォレットチェーンごと行かれたこともあったんで行かれてんの、チェーンごと、はい、あ、もうブチって言って、だからバンジーガムは大丈夫ですか、大丈夫かね、大丈夫でしょ、だって引きずられるんじゃない、その引く力はあんの、番章に、そうだよ、いや、ちょっとありますよ、ちょっと相手の力の方が上だったら多分引きずられてっちゃうんじゃない、だってひそかは純粋にパワー強いから、そう、パワーもあるよ、いや、これまずいか、いや、でも大丈夫ですよ、旅団でもね、腕相撲3位とかだったよね、いや、そうよ、強いんだよ、でも取られるわけじゃないんですから、うん、あとはドッキリテクスチャーってあるじゃない、ドッキリテクスチャーあるね、最悪、うん、最悪お金とかね作っちゃって、ね、犯罪最悪ですよ、紙切れで、そうですよ、確かに便利ではある、まあね、ほら絶対バレないから、ね、でも治安悪いとこ行くと何やるか分かんないんで、確かにな、財布取られないってのが、あ、だってその危なかったらそのこの金でなんとかって言って、ね、賄賂みたいな使い方も、でもその賄賂なんて嫌な、そのゴミ金でいいもんね、うん、ゴミ金、嘘金じゃ紙だっていいじゃん、紙だっていい、紙だっていいね、あとで、あれただの紙だ、あれってなればいいわけだもんね、そうです、騙されるからもうやっぱひそがいいですよ、あ、確かにひそかいいね、やっぱあとイケボですし、バリイケボ結局それかい、かっこいいけどね、イケボやから、どっちバージョン、波川さん高橋さんでもいいんですけど、波川さんか、なるほどね、どっちでもいいと、どっちでもいいです、マットハウスマットハウスだ。あ、じゃあ僕いい、うん、あ、はい。僕はね、現実的なこと考えて、セズゲラ。セズゲラ？セズゲラだよ。ジャンプするだけだろ。ええ。セズゲラ。セズゲラ。バレーボール。あいつ。ドッジボールで役に立たない。一つ星ハンターよ。いやそう。一つ星って言っちゃった。一つ星。誰だと思って。一つ星ハンターよ、あれでは。だからそのそ、ね、なんだろう、危機回避能力とか、はい、そのだから危ないとこ行ったりした時とかも多分勘働くのよ、すごく、あ、まあ、経験はで、なんか兵隊みたいなこともしてるから、そう、傭兵みたいな感じだよね、うん、いろんなとこにも行った経験あるはずだし、多分その本当計画を練り上げるのとか多分上手、旅行計画とか、うん、そう、旅行計画で、まあ最悪、まあ、いざとなったら、うん、ジャンプできるし、いらないのよ、いらない、だって垂直跳びで 16m80cm 高いな、ゴンとかの方が高かったけどね、でもビルでいう 7、8 階ぐらいまでジャンプできるから、確かに
だから最悪ジャンプできるし最悪めちゃめちゃいいよ。何の状況何の状況なんですか。囲まれたりとかかな、めちゃめちゃいいよ。担いでジャンプってこと。ああ、ね、現実的なんかな。現実的よ、ジャンプするだけです。それ見つけたよ。だから見つけた見つけた、はい、何ビゼフ長官。ビゼフ長官それで言ったらビゼフ長官、うん、え、キメラント編のそう、そう、ね、王国の、あのキメラントクラスの人間。まあやっぱ まず車の免許持ってるし、うん、あ持ってる、持ってるし、まあ一応あいつ国籍とか全て失う、うん、もう流星街の住民と化したけど、うん、あの公用車、うん、とあのカードであの国境とか渡れるし簡単に、あそれそう、金もめっちゃあるし、あとシンプルにすごい眉毛もめっちゃ太い。いやそれあんま関係ないだろ。のりみたいな眉毛あるけど、のりみたいな眉毛分厚いの。確かに旅行行くならそれあればだいぶ、まあまあ経験とかも多いだろうし、でも、うん、弱いんじゃない。そうですよね、確かに。いやまあまあまあ治安悪いとかいけないっすよ。まあでも弱かろうがお金はあるし。いやでもそのビゼフ長官とその2人っきりで旅行っていうのはちょっとあんまり嬉しくないけど、まあまあ、だからあの後ろの荷台とかに、荷台にウェルフィンとか入れとけばいいじゃん。いやウェルフィンとヒナいたし、いやあの最後に3人で別れるときのプロブーダーの NGL 置いていくときもういいよ、ダメだよ、ウェルフィンもうシワクチャになってるし。ダメダメ。でもなんか楽しそうな感じで終わるだろ。まあ、確かにヒナは可愛いけどね。ヒナ可愛いし、あの帽子みたいなの可愛いよ ね、 そうなんかね、力強いし。そう2人めっちゃ強い。そう確かに強いめっちゃ強い。そうじゃあパーティーが組めたこっちゃん、キャラバン OK なすか。ほらほら正解出た。でも僕も手付けらと2人は嫌だわ、よく考えたら。あでもあと3人ぐらいいる。あそうだ、部下が3人。いや部下3人も嫌だわ。おっさんみたいなリーやつら。リーブしか正解知らない。他も喋るよと思うけど。確かに。そうでもまあ手付けら奥の手で多分他の能力まだ見せてないですからね。確かにね、見てないんだよ。垂直跳びは多分ただのオーラの高速移動ですから。そうそうそう、竜だっけ。そうそうそうがなんか上手いんだよね。そうそう、それだけか。なんで奥の手あります。ドッジボールの時もなんか特に見せてなかったもん、ね、そうだね、割となんか 強めのボール食らってすぐ、休んでた。そう、すぐ、うん、すぐだったけど割とすぐ休んでたね。あまあビゼフ、いや手づけらだな。よしそかがいいですね、自分お前らと合わねえよだな。確かに、うん、合わないです。じゃあ東で会おう。東かじゃないで、東か東かダブ、ね、東行くといいよっていうね。はい、ということで、はい、ハンターハンターの回盛り上がりましたけども、はい、ぼちぼちね、お時間ですね、はいはい、一応前回の、うん、ルロニケンシンの時にね、はいはいはい、コメントとかで、うん、あのまあ、ルロニケンシンの時に何か話してほしいやつとかあったらコメントくださいみたいな言ってたじゃん、うん、そうですね、言ってましたよね。そしたらまあいろいろいただきました、ありましたね、コメント。はい、スケットダンスとかまあいろいろあった中で、はい、ちょっと次回は、はい、アイシールド21よ、熱いですね、人生を変えた漫画で語りたい、はい、すごい熱、めちゃめちゃ語りたい、熱がすごい。ここだけめちゃくちゃ早い、めちゃめちゃ語りたい。ネテロの時よりなんか強くなってるけど、恐ろしく早い人じゃないですか。いや違います、大丈夫大丈夫。それでパクノダの谷間いかない、いかないっすよ、ぐちゃぐちゃだし、それシーンがもうネオンガンやったっね、そっちの方ね、そうそうそう、ね、監視カメラ、そうアイシュード21、はい、コメントで、ね、あまたあの扱ってほしい作品とかコメントあれば ね書いてもらえれば、まあ一応出す時期まあ不定期なんでね、そうですね、月に3本いけたらなぐらいで、はい、ね、また次の回も、はい、まあ、ワンオクのタカ君も出ますし、コメントで言われてたけど、タカさんもっとイケメンだから、いやいやこんなチンチクリーンじゃないよ、怒られます、こんなテンパ怒られるから、マジで怒られる、コメントであったから、コメントであったから、ありがとうございます、コメントね、褒めていただいて、そんな、はい、ということで、はい、部屋語りハンターハンター回でした、はい、はい、ありがとうございました。恐ろしく早い人、俺でなきゃ見逃してたね。